とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、コメントによく来る質問を一つお答えします。その質問っていうのが、武器はどこで集めた方がいいでしょうか、そしてスキルはどこがいいか、この2つの質問なんだけども、まず武器を集める際にはここに行った方がいいです。怨念の渦だね。一人で挑戦するところだけども、ここ1回行くと6個ぐらいかな、5、6個の武器が1回で入手できますし、そこそこ早く周回できるのでおすすめです。でさらに言ってしまえば、攻撃力が最大のやつ、まあ、このやつね、重心の剣の76とか、この絵の73とか、まあ、70半ば後半ぐらいの武器がポロポロ出るので、武器集めはここがおすすめです。でスキルもここでもいいです。スキル集めるのここでもいいけども、俺スキルはね、こっちをおすすめします。多彩なる脅威、ここは、3人で挑戦するのよ。3キャラで、3キャラともだいたいね、4つ5つぐらいは武器が出るので、3キャラ同時にスキル集めをすることができます。武器集めはね、できないよ。武器は弱いのが出るので、武器集めは良くないんだけども、スキルはいいスキルも出るので、ここがおすすめです。まあとりあえず今日はここに行きますね。多彩なる脅威、どれぐらい武器が出るのかお見せします。はい、それでは行くね。ここはね、推奨レベルも低いのですごく簡単に行くことができます。炎と雷と氷の属性のやつらがそれぞれ出てるから、まあ得意なキャラクターをそのね、属性のところに合わせるといいです。まあ得意って言っても誰でもいいんだけどね、基本的に本当にワンパンぐらいで倒していけるので超余裕です。はい、 OK。 とりあえず今1体ずつ、ネームドを倒しました。で次が2体ずつ各属性のモリブリンを倒していきます。まあ、このモリブリンも全然レベル低いので余裕で倒していけます。まあ、2体同時とかね、結構簡単にいけることもあるんで、まあ、今回はちょっと1体ずつになるか、うまいこと重なってるとね余裕なんだけど、よし、ここ、あ、いや重なってない、重なってるとね両方同時に削れるんだよね、倒しきれてないもんね。でもまあ余裕です。ガード削りの必殺コンボをやってスマッシュで簡単にいける。ほんとね、周回の時間が短いっていうのがめちゃくちゃいいよね。あ、まあちょっと待って、お前くそ、もういい、必殺いこう。はい、あ、重なってるね。2体同時倒しました。で次、マグロックと、あとはライネルとボスだね、倒していきます。マグロックフィニッシュ。マグロックちょっと苦手なキャラがいるから、そこちょっと注意かな。はい、はい、氷ヒノックスいきましょう。必殺コンボのワンパンでいけるでしょう。いったかな。結構 HP あるけども、攻撃力高ければ全然いけるね。で最後ライネルです。はい、トリスタートの必殺のゲージ削りコンボ。ライネルだけはちょっとね HP 高めなんで一撃ではいかないけども大丈夫。なめるなよ王様を。はい、ということでこれで、フィニッシュだね。いくぞ。はい、とりあえずボスを
ネームドか、ネームドを5体ずつ倒しました。クリアタイムが2分ちょっと、まあまあだいたいこれぐらいでいけるんじゃないかな。はい。で、もらった武器がこんな感じ。スキルがついてるのがね出ると思うんで、スキル集めにはここがおすすめです。3つ、で王様が3つ、333、まあこれは少ない方ですね。5個ぐらい555出ることも結構あるんで、でさらに他のキャラも、出ることがあるので、こんな感じです。はい、ということで今日は武器そしてスキルがどこを回ると効率的に入手できるかやってみました。武器は間違いなくここ怨念の渦、最高の攻撃力のやつが入手することができます。そしてスキルはここ多彩なる脅威、3キャラ同時進行でスキルを集めることができるのでおすすめです。あとね、もう一つブラッディームーンの場所、ブラッディームーンの場所も、まあ場所にはよるんだけども、推奨レベルが70以上のところ、そこはいい武器もいいスキルも出るのでおすすめです。ただ時間はかかるね。なので一番おすすめなのは怨念の渦と多彩なる脅威、この2つをおすすめしておきます。ではまた出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。そして公式 LINE もやってます。公式 LINE では実写動画なども上げておりますので、チェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。